なんか、なんか売りに来たぞ、お姉さん。あ、これ、俺あれやわ、大倉の時車庫に売りに来とったわ。大倉で売りに来とった、売りに来とった、これ。お、はい。いいか。はい。お菓子屋さんしてるんですよ。はい。でね。うん。でね。今ね。うん。チーズケーキと、うん、チョコケーキと、うん、お芋のケーキ持ってきてて。はいはいはい。めちゃくちゃ人気なんですよ。じゃあチーズケーキもらいます。ありがとうございます。何もするんですか。今日の1300円。1300円です。じゃあお土産に持って帰ります。絶対喜ぶ。美味しい、ほんまに。え、俺相方お金も渡したよ、タクイさん。今、相方が買ったじゃん。そうよ。あ、そういうこと。めっちゃ優しいやん。めっちゃ優しい。俺が買ってんで。またね。ありがとう。これなんかあれちゃうの。お菓子屋さんっていうか、なんかあれちゃうの。これ、こうなんかあれちゃう。宗教みたいなやつちゃう。あな。アイスパイス。もうな。北海道やん。1300円高いけど、うんうん、もうあんなズブのなって売り切れるから1個ぐらい買ったったらええやんか。1個ぐらい買ったったらええやん。タクジさん、じゃあ今からもう出発シーン、今が出発シーン、追い出されるとっとと出ていてよう言うとったら、懐かしい。じゃあ、あのもうありがとうございます。じゃあもうとっとと出て、とっと出ていってもらえますか。懐かしいな。ひどいな。見ながらこう何人か思うとはず。あれはあー、おかしいわ。いや、もうだ。いや、あれさ、ドライバーさん、すみません、ちょっとあのトラック取らせてもらってもいいですかって始まっとのに、終わるときはとっとと行って、そんな言い方じゃない。じゃあちょっと出ていくシーン撮りたいで、もうはい、もうとっとと出て行ってもらえますか。な、ほんまひどいわ。ほんまひどい。今からタクティさんのトラックをじゃあ撮影したいと思います。お願いします。もう珍客が来たな。珍客がほんまに誰かなと。お菓子買ってって一台一台回ってんな。みんな回ってんじゃん。すごいな、ほんま。全然売れてなかったけど。全然売れてなかったな。こんな買うの多分俺らぐらいやで。こんなトラックいっぱい、こんな線路止まってるけど俺らぐらいで。優しいわ、うん、ほんまな。そうやけどベッドくつろぐわ。これベッドからの男の城初めてやわ、これ。ベッドから男の人楽やわ、これ。ほんならもう、タクジさん説明して。ええでしょ。説明して。もう勝手に説明しますよ。タクジさんに男の人 やってもらいます。勝手に説明しますよ。勝手に。これ逆男の人の撮影やな。うん。じゃあタクジさん、ちょっとあの、はい、どうも、はい、あのお菓子買ってくださいって来たけど、うん、まあそこはまあまあカットせずに行きます。はい、いいですよ、全然。じゃあ改めて行きます。はい、タクジさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はあのわざわざ寝屋川のトラステに呼んでくれてありがとうございます。そんなもんだ。今日は来てくれてありがとう。いや、むしろ浜村淳です。はい、まあこの辺はカットするわ。うん、うん、あの俺らのあかんところはこういうちょっとおちょろけたところがあかんねん。なるほど。おちょろけいらんねん、みんな。おちょろけいらんねん。はい、ということで、これは拓司さんが乗っている、普段乗っているスーパーグレードです。はい、どうですか。いやー、いいですね。スーパーグレード、懐かしいです。最近朝ぼろけ頑張ってくれてますね。もっと寄せてください。もっと寄せてください。最近全然寄ってないですね。寄ってないですね。ということで、はい、じゃあハンドルいつもの僕の高さがいいですね。ちょっと下げてもらった方が、あ、その方がね、やっぱメーターとか映りがいいんですよ。しっくりくる。あと、あ、ここでこのハンドルの高さどうよ。これは、うん、これはあのー、うん、昔の話するけど、はい、1551の、はい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 、あ、走っとやん。はいはいはい、なんだこう、こうなってる。ガタ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 、ドーンと落ちて落ちていくよ。落ちていくよ。落ちていくよ。うん、落ちていくよ。あとこう軽く前後に動いとったやろ。うん、ちょっと軽く前後動いとったやろ。ガタきとったやろ。マイカさんに聞いたら、うん、あれ前からやで。え、前からじゃあ、前からやで、前からやで。あんな不走に行って、あ、これ、うん、ハンドル走っとったらガタン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 って追っていくんです言うて、うん、そうほんでちょっと軽く前後にも動くんですって言うて、うん、ほんなら、うん、見てくれて、ほんだら、それ横止める、ガチャン止めるところあるやんか。ここね。それ、うん、そのネキの、この左右の、なんかわからん、アタッチメントの、ワッシャーが、ワッシャーが割れとってんな。はいはい、ほんで、そうそうそう、ワッシャーが割れとってんな。うん、ほんで、ワッシャーが割れてんねんって言うて、タクジさん自分で直したらええやんとか言うて、当時タクジさんがよく取った変なパン。そう、パンの、ここのこういう、こう、こうって、そう、ここを挟む、うん、プラスチックの板みたいなやつ。板みたいなやつ。そう。それを、ここに、うん、挟んで、挟んで、うん、なんとか直ってん。なんとかな。めっち
ちゃくちゃやな。あの当時、結構あのトラックめちゃくちゃやったもんな。あれ、そこのネギを、うん、あのパンのこんなな、四角いやつ、プチュって差し込んでんな。ワッシャーの代わりにな。ワッシャーの代わりに差し込んだら直って。だからあの1551、中古で今出回ってるらしいんだけど、あれ乗ってるドライバーさん、これバラしてくれたら、タクティさんが刺したパンの、パンの、それが挟まってると思う。そうそう、きっと挟まってると思う。思う。な、あと、ほら、何やったかいな。ほら、なんかシフトが変わらん、何やった、何か言うとったやん、最後の方。それで、この辺をバラしたはずや。ほんで、シフトが、サイドブレーキが降りてないって反応するんやった。何やった、思い出して。そう、なんか、うん、で、とりあえず、何、かが異常になって、ここや言うて。ほんで、ここやって俺言うてんな。中さんがここや言うて。ここや言うたら、ほんまかいな、みたいな。ここや言うて。ここや言うて。なんか知らんけど、これもうバカー開け始めて。いや、ちょっと待って。いや、割れるみたいな。ちょっと待って。いやいや、タクジーさん、俺あれやん。いやいや、言うて、こうバカーン開けて。ここバカーン開けたら。なんかゴソゴソとして、治ったやろ、みたいな。ほんで、あれどうやったん？治っとった。治っとった、すげえ、みたいな。治ったわ。あれだって、シフトが変わらんかったんやったっけ？何やったっけ？シフトが上がらなかったよな。ほんで、不走入りたいって言っても、いや、もうそのまま走ってくれ言われとってな。ほんで、タクちゃんが、いや、もうシフトが変わらないんです。変わらないんですって言うとったやんか。ほんで、ここ開けて、そう。いや、これ自分で開けさせたんちゃうかったっけ？いや、中さんが開けた。俺開けた。もうやったるわ、って、ここガバーで開けてな。ここガバー開けて。ガバー開けて、ほんで、この辺ガチャガチャガチャー。そう。もうガーやってな。全然こっちとこっち離れて関係ないんちゃうかなって思うんだけど。ここやったらな、シフトここやけど。うん。こんなとこ開けてるねって。うん。あ、だ、もうな、長年乗っとったらな、どの辺が悪いかなって、だいたいわかんねん。わかる。ほんでな、配線切ったり貼ったりとかできへんけど、なんかやっぱり結局接触が、そうやね。悪いのが結構多いから、この辺ガチャガチャってなるんだけど、もうな、もうだいたいわかんねん。もう何なりとやってきました。はい。もうこう見えてもな、もう今こんな俺ぐーたらしてるやんか。ああみたいな顔して工場で働いて、ぐーたらしてるやんか。結構百戦錬磨やって。こう見えて。自分で言うなって。大丈夫や。この辺買ったやな。1179。全然分かってない。うん。髪の毛大丈夫？え、大丈夫じゃないよ。ちょっと。毛根ちょうだい？あんな。毛根ちょうだい？今な。毛根ちょうだい？立ってきた。今な。今な、あれ、ハゲてるところに、ゲル状のやつをペターって跳ねて。ゲルの上に髪の毛がついとって、ハゲてるとこ部分的に、そこ、それをペタってはんねんて。ほんなら、ゲルやから、ひっついて飛んでいかんねん、風とかで。それやってみたら。ゲル状の。ちょっと、手配しますわ。な。いやー、今日もたくじさんと楽しい時間ありがとうございます。もうちょっと手配。これ完全もう没動画やけどな。でもそのまま上げてください。これ上げる？じゃあほんだら、男の城やった後に、没動画として上げるわ。はい、なるほど。あ、これ後ろこんなんがついてんねや。このことこれがついてるんや。ちょっとなんか寝て寝返り打ったら痛そうやな。そう、鏡じゃないんや。あ、ここは貼らない。鏡じゃないんや、うん、あ、いやでもな、これの方が機能的でいいよ。機能的でいい。うん、これの方がな、ほんまにな。でもこれ外して鏡つけとったから、これヨウさんなんか2トン車とか入っとったゴロゴロ。そうなんだ、ゴロゴロ。取ったら鏡かもしれんで。これ撮ったら鏡かもしれないってやってみようやん。めちゃくちゃや。もう絶対これカメラに見られてて。タクティあいつ言うて。大丈夫。はい。ということでね、じゃあ今から今度は男の城を撮影したいと思います。これは男の城が終わってからこれアップさせてもらいますわ。しかし汚いトラックやな。どこがなんかこの辺ごちゃごちゃってしてるな。ごちゃごちゃ。すごい整理整頓されてるじゃないですか。見てこれ、ほら。雨のポジションここ？いや、じゃあこれ今ここ開けるために。ああ、開けるために。ああ、そうですか。この辺を。なるほど。はいはい、はい。あ、ミッキー。ミッキー。ディズニーランド行ってきた？行ってない。うん、お土産で。なんでそんな大事にするほど？な。大事。あ、大事なんや。大事。すごい大事。そうだ、ミッキーが電話かけてる、うん、電話のミッキーでミッキーが電話かけてる。うん、だから。電話のミッキーを使ってミッキーが電話してるミッキーみたいな感じ。もうミッキーだらけ。な。ジャンボールミッキー、ジャンボールミッキー、ジャンボール。あればっかり上がってくるやん。何？ジャンボールミッキー。知らんねや。あ、そうか、タクジさん TikTok やれへんもんな。今日は無理やりタクジさんを TikTok デビューさせます。
じゃあ、終わります、はい。ポチッとな。ポチッとな。終わりました。はあ、何やる？何しようかな。男の城終わり。俺は男の城を取りたい。ああ。これ今のはタクティさんを取っただけ。ああ、はいはい、男の城だけ。タクティを取っただけの動画です。男の城は、うん、ほぼほぼさっきのあれでも、あれは僕があげるけど。男の城もええわ。今のがおもろかったから。男の城やめときましょうか。うん、もうええわ、俺。だってもう、スーパーグレード先導取ったし。僕の動画、うん、真ん中の動画、そっち、ポンと送りましょうか。なんで？いらんよ。いらん？いらんよ、そんな動画。そんな動画。そんな動画。回ってもらわなあかんねんけど。ああ、ほんまに。なんで水筒2個持ってんの？これをこっちに移してるの、うん、これ走りながら飲まれへんから。ああ大きいから、うん、そうでこの中はもう氷ギンギンに冷やしといて、はいはいはい、そっちに移して。ああなるほどなるほど。移して移して、ほなじゃあ18時たらポリタンに水入れたらええんちゃう。それはちょっとごっついこの辺ガーッついホースホースホースポンプでポリタン、ポンプでポリタンやったらそんな、そんな背中のポリタンやったら、そんな背中の持たれへんから。あちょっとタケさん一つだけでもちょっと先は思っとってんけど、あのこれこれハイルーフやけカーテンちょっとこれ下。そうなんですよ。これはこれで。そうもらい物のカーテン。あもらい物のカーテン。そうもうとりあえずなんかカッコ悪い見えんようにそこだけ。あここだけ。あここだけ見えへんようにカーテンやね。あほな普段のカーテンはもう後ろはないの。ないんです。もうラウンドだけで寝んの。はい。ラウンドワン。ラウンドワン。ラウンドワン。へえそうなんや。うん、あでもこれはこれで十分十分ね。十分ねです。これびっくりした。いきなり保冷車が回ったんかと思った。保冷が回ったってこと。え？これ？あ、これいつもあの男の城じゃ朝ぼろ系使ってんの。のカメラポジション。これこ こうどこでもこう高さ。おーこれめっちゃいいやん。ブランカス乗ってるやん。え？じゃこれがいいんじゃなくてこれがええやん。勘違いすんねん。これ中さんの方がええやつやもん。これ店バチモンやろ。これバチモンやろ。これバチモンやろ。バチモンやろ。バチモンやろ。これだって GoPro でここに GoPro って書いてるもん。グネはめっちゃ柔らかい。これ大阪人な。うん、大阪人あるあるって。グネってるって。グネってる。グネってるって。なんかほら、東京の人は足くじけたとか言うやんか。はいはいはい、大阪、グネったとかって言うやんか。言う。関西人。知らんけど。起こしとくで。ありがとう。こっちの方がなんかこう見た目なんかこうたくましく見える。殿様ガエル、アマガエル。もういい。一応殿様にしとくわ。殿これ殿って言うや。殿殿なんかそういえば俺昔殿って言われとったけど、あれ恥ずかしかった。殿言われとった言われとった。な。あれこれあれじゃん。浜崎のタオル。そう。2020年行ったライブ。ライブ行った。もう。嘘。もらいます。もらった、はい、ライブ行った行ってんの。行ったらもらった。浜崎好きなの。もう嫌いではない。嫌いではない。嫌いではない。でも好きでもない。好きでもない。へえ。でも好きな方かな。へえ。なんでこれ使ってるの。この辺これ何をかけてんの。そもそもろほらここは薬とか GoPro のほらこんなやつとか。あ、 GoPro のこんなやつとか爪切りと とかここもまたミッキー出てきたね。どんだけミッキー好きだな。このミッキーもまあまあ。いやもう今日ミッキーの T シャツ着てきてほしかったわ。ジャボールミッキー、ジャボールミッキー。どんだけミッキー好きだ。ミッキーの T シャツ着てほしかったな。すごいな。ミッキー押すな、今日。今日ミッキー押すやん。あ、ほんで、バンドエイドと。ほんで、電卓、ね、電卓と。電卓はいるからね。うんうん。これがビオフェルミン。ビオフェルミン。いるな。いる。あとこれセイロガンやろ、セイロガン。もうこれ、もう箱見ただけでわかる。箱見ただけでわかる。あとはもうこれ、鍵。そう、僕の。ミッキー。ワゴンアールと。ワゴンアールと家の鍵の。ああ、はいはいはい。で、ハサミと。ハサミと。はいはいはい。マスク、ティッシュ。マスク、ティッシュ。はいはいはい。そんな感じです。おもろいな。ミッキー好きやねんな。意外とね。意外とミッキー好きやんな。はい。です。じゃあ、タケさん、今日はありがとうございました。いや、もうありがとうございました。ありがとうございます。もうぼちぼち寝やな。わざわざ来てくれ。ぼちぼち寝やんとな。腹立つわ。ぼちっとな。ぼちっとな。ええやん、これ。え？めっちゃいいやん。はーい。誰これ。これ、
外につけとくから。ご用の方は押してください言うて、これドアの横にこれ両面テープで貼っときんや。これで、でもな、ご用の方はボタンでお呼びくださいって書いてあるもんな。もう絶対ピンポンダッシュされるやん。誰も俺。誰やねん。これやろうややろうやこれやってもうこれ晴れとったら俺今やんのにな晴れとったらやりたいピンポンダッシュする男を言うてなあかんめっちゃおもろい今日面白いあ面白かったあら痛いこれ両面テープいるなあら痛いあまたまたまた何か書いてご用の方は何じゃこのドライバーあとこれドアじゃなくてあの扉のええとこに貼っときやええとこに貼っとったら、うん、後ろに止まった人が押したくなるかもしれんで、ね、めっちゃ押したいわってなるやんこれは押したくなるかもしれんや押したくなるそれいいやそれ面白い腹痛いあーお腹痛いわあありがとうございます。いや、もうありがとうございました。ありがとうございます。はい。もうな、もうほんま運転手、ほんま、アホばっかりやなって思う。いや、面白かった。これ、社長に怒られへんの？大丈夫大丈夫、うん、はい、ありがとうございます。ワールドワイドサテライトじゃないな。それな。ポチッとな。